二段ステップ車の前扉下段ステップを稼働とし、三段化した02ステップバスは、出入り口の踏み板が二段で、床面高さが 650mm 以上のバスを指す。床面高さが 900mm 以上を、標準床、800から 900mm を一般低床、800mm 以下で、扁平タイヤを用いたバスを、都市型低床と呼ぶ。 乗降を楽にするための工夫として、従来型2ステップ車の下段の一部を可動式とし、回避時に下げて、3ステップ化する神奈川中央交通の新ステップ車のほか、元より低床のワンステップバスの出入り口のステップを2段に、真下、都営バスの楽楽、ステップバスなどもある。一般の路線バスにおいては、山岳路線や高速道路を経由する場合などを除き、 バリアフリー法に定触するため、各地で急速に姿を消している。路線バス用の大型ツーステップバス製造終了後も、自家用用途の大型ツーステップバスは製造されて、いたが、イスズエルガとヒノ、ブルーリボンの自家用ツーステップバスは2017年に、自家用ノンステップバスにモデルチェンジされ、三菱不装。 エアロスターの自家用2ステップバスは2017年のマイナーチェンジで設定が抹消された。そのため、日本では2017年より観光向けの車種を除き、2ステップバスは製造されなくなった。ありがとうございます。